ドレスなんですけど、最初自分で作って一応これつけたんですけど、足がこっちに左の方に寄りすぎちゃって、ここに足が当たるんですよね。なもんでちょっとまた変えまして、どうしようかと。これ64エブリーのオートマのフットレストなんですけど、これちょっと外してきたんで、ここにつけたいと思います。こんな感じ。これ幅広いんで、うまくつければいい感じかなということで、加工していきたいと思います。第1弾で作った金具がここなんですけども、で今回このエブリーの 64V のオートマのフットレスト、これをつけるにあたって、こっちのここですね、ここの部分と、あとこれのこの金具をちょっと曲げてあります。もうちょっとこう隙間調整できるようにしてあります。こんな感じで、あとこれを本体のこと、あとここはこうなんか普通の押したら外れないみたいな、あとこっちで解除するみたいなやつがついてますんで、これをこう入れて、あと本体をボディ側にこうつけて、あとこの高さを調整して、いい感じになればと思います。はい、こんな感じですね。裏から見たらちょっと作り出すんですけど、はい、ちょっとこっちもちょっと、ね、ここのあれも曲がりもちょっと調整しないといけないかなと思います。ここですね、この曲がり、はい、じゃあ取り付けます。最初に前回ですね、このボルトですね、下から長めのボルトと交換してます。1センチちょっとぐらい出てますんで、ね、あとここに鉄板ビスをこう入れて固定できるように、ここにもともと開いてた穴に、この2型のなんていうんですかね、これねつけてあります。で最初に作ったやつを、ここに入れて、ナット。ちょっと待ってください。一番最初ですね。これ今回作った金具ですね、これをとも締めして、今仮でつけるんで、ちょっとワッシャーを入れて、これですね、これが 64V から外したエブリーのやつですね。で、こっち下をはめて、これで、ワッシャー入れて、締めれば、仮付けですね。調整です、これでね。はい。ちょっとグラグラしてますけど。こっち締めれば大丈夫でしょう。ちょっとここの隙間ないんですけどね、はい、私はこんな感じで動きます。こんな感じでいいですね。本締め
目ですね。三締めして完成になります。下のあれが緩いですね。はい、一応金具がこんな感じですね。ここのナットとボルトはこれは一番最初のやつ作った時にボディの外側から長いボルト入れてます。最初からここにこんなナットはつきますので、ここのボルトは必ず交換になります。あとこれ今回くっつけてですね、金具ですね。でここにこれが入ります。でここにこれがつきます。こう締めれば完成です、はい、よいしょ。ここはボルトっていうかこのプラスチックのただ止めるだけなんであんまり強くなってないです。これ、まあ、こう足で踏ん張るとこなんで若干動いてもいいかなと。こんな感じで、DA64 エブリィのフットレストオートマ用ですね、つきました。これでここ結構あとでここが出てるんですよね。足があんまりこっちに行くとここに膝のあたりが当たるんであんまり芳しくないんで、ちょっとこっちに寄せたっていうか、そんな感じでこれで多分大丈夫かなと思うんですけどね。はい、またこれでしばらく乗ってみます。はい、こんな感じですね。なんか純正っぽくなりましたね。